なんかもう本当にここに僕がなんかカードを置いてるかのような感じなんで、ちょっと錯覚してこう触りそうになっちゃうぐらいね。どうも大地です。今回はね、僕が今年出したビートボックスアプリ、ビートボックスオーケストラがなんとリニューアルしました。このアプリね、もともとどういうものかというと、こういうマーカーを用いてマークをなんとスマホで読み取ると、はい、ということで僕がなんとここに出てきます。もちろんいないですよ。もちろんいないんですけど、このスマホ上でもういるかのように見えると。で、ここでなんと他の音を入れると、はい、ベース入りましたと。そして3人と、はい、こういった音を足したりして遊ぶアプリです。今まではね、このマーカーがないとちょっと遊べないという風になってたんですけども、なんとね、今回このマーカーがなくてもこのアプリが遊べるようになりました。まあ、早速ね、それがどういう風になってるのかを見てもらいたいと思います。このビートボックスアプリのまあ立ち上げとかは全く一緒の画面なので、まあ、ちょっと飛ばしていきます。で、このプレイを押すと、はい、こんな感じで、楽器カード使いますかという画面が出てくるようになりました。で、このマーカーね、ないよとか、ちょっと印刷厳しいなという方は、こちら左側の使わないをタッチ。で、するとね、曲がね、普通に出てきます。じゃあ、まず簡単なね、曲、カントリーハウスからやってみましょう。じゃあ、どんな風に出てくるかというと、はい。はい。なんと、マーカーごとここに出てきます。これマーカーで本物じゃないですよ。ここにはないんですけども、このスマホ上だけマーカーが存在します。そして、このマーカーなんと、動かすことができます。動かして僕をあっちにやったり、こっちにやったりっていうのもできるし、これね、ちっちゃくしたり、大きくしたり、そしてまたちっちゃくしたりっていうことができます。ほら、ちょっと、何この真ん中のボス大地みたいな感じになってますけども、はい。で、これどうやって音鳴らすかというと、これもね、全部タッチですね。こい、タッチで押すと、ちょっと足しか見えてないけど、足でリズム取ってません。ちょっとちっちゃくしますか。はい。こうやってビートが鳴りますと。で、今度こっち押すと、はい。ベースが鳴ります。そして今度ハーモニカを、これタッチすると全部鳴りますと。はい。こんな感じで、なんとマーカーいらずで、いろんなところに僕を出すことができるようになりました。こっちに、ちょっと、なんか机はみ出たらなんかちょっと空中に浮く感じになってね、またこれはこれで面白いんですけども、これね、僕すごいなと思うのが、一度ね、画面をこうフレームアウトしてヒュッて戻ってもここにいるんですよ。ちょっと移動させて戻してもちゃんといるって、これ結構難しいと思うんですよね。このスマホなりアプリなりがちゃんとここを認識してこう記憶しておかないと同じところに表示できないと思うんですよ。なんですけど、こうやってちゃんと同じところに表示できて、そして、なおかつ、こういう風に移動もできると。このソファーとかでも、多分ちゃんと認識したら、ほら、ここのソファーにもちゃんと乗りましたね。こうやって床を一回認識して、こう、視線をちょっとずらしても、ちゃんとソファーの上にいるんですよね。だから、なんかもう、本当にここに僕が、なんかカードを置いてるかのような感じなんで、ちょっと錯覚してこう触りそうになっちゃうぐらいね。すごい、本当に。はい、ということでね、マーカーレスになったということで、かなりね、手軽に遊びやすくなりました。いやー、すごいね。多分ね、これからこういう仮想空間というか、なんだろう、AR とかね、VR とかの技術ってより主流になってくるかなと思うので、まあ、ぜひそれをまずね、皆さん、このビートボックスオーケストラで体感してもらえたら嬉しいです。このアプリの詳細なんですけども、今現在はこのマーカーレスの対応は、なんと iPhone だけとなっております。iPhone 6S、7、7S、8、10、そして SE も含まれています。Android 版はというと、今ね、対応してもらってるんですけども、まだ、ちょっと完成してないということで、ひとまずはこちらのマーカーを印刷して遊んでもらえたらと思います。でね、このアプリね、立ち上げるとここに動画が出てくるんですけども、これなんとみんながプレイして遊んだ動画がここにアップロードというかシェアできるようになっております。例えばね、まあ、こういうのタッチして見てみると、
はい、ビートボックスオーケストラで遊んでくれたこの映像が出てきます。はい、床でね、置いてマーカーで遊んでくれてますね。あ、音量アップした。はい、こうやってね、まあ、自由な遊び方をしてさらにそれをシェアすることができますと。なのでぜひね、皆さんこれ遊んでみたら、まあ、こちらで、ね、シェアしてみんなで、まあ、より面白い演奏とかね、見せてもらえたら嬉しいです。はい、ということで、このビートボックスオーケストラね、使って、まあ、オリジナリティがね、ある動画などアップロードしてみてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。 See you next! ビート!バイバイ!